はい、今日はこれ2本目の動画アップなんですけど、うん、さっきあげたね、とつとなめの動画の対比で、これ本当はカットした部分だったんですけど、とつとなめに入る前にね、サーバー間違えて普通のとなめに入ったんですよ。で、その分をちょっとね、あまりにひどかったんで、本当はこれ動画アップしたかったんですけど、とつとなめが楽しすぎたんでこれカットしたんですが、さっき編集が終わった後にね、やっぱりこれもアップしようと思って、ね、普通のサーバーに行くとこうなんですよ。まあこの方は有名な方なんですけどロビーでも有名な方ですね。私はもうブロックしてるんで見えませんけどかなり有名な方です。で、もうこの方もね、この間みたいに、はい、セミですね。はい、セミが止まってます。柱にくっついてます。この方もかなりのね、動かない方ですね。どこのアップでも動かない方だと思います。ひどいですよね。こういうトーナメントでね、U字から始まっておまけに武器がショットガンとか言うとね、もうはっきり言ってこれもう無理ゲーですね楽しくない。まあこの間違えて入った自分が悪かったんですけど、もうこの小屋の中で隠れてね、あそこの角に隠れてフラグとかも笑えますよね。もうひどいな本当に。これアップしようか本当に迷ったんですけど、まあこれもね、悪い例トナメ悪い例こういうマッチばかりだとね、本当に新規さんとかね、絶対やる気なくなると思うんですよ。さっきのトツトナメはね、もうやられても強いなって思える、もうなんか負けてもね納得できるマッチなんですけど、これはね強いなじゃなくてずるいなしか出てきません。もうはい、もうこんなとこでね HMG 持って隠れてるとか意味わからないですね。はい、これはもう私の愚痴動画なんでね、もうこれは別に見てもらわなくてもいいんですけど、もう本当にこれひどいっすね。こういう方がいるので子さんでももう仕方なくね LMG 持ち出したり、あんまりとつれなくなったりするんですよね。どうしてもポイントを取るの大変になりましたからね、本当に。はい、隠れてますね。はいアゴルが飛んできてます。でここからちょっとイモります。私がここでちょっと様子を見ますはい、もうね、もうそっちがその気ならこっちもイモってやんぞみたいなね、こういうこともね、あんまりひどいとねやりますよもうこれで待ちます。ひたすら待ちます。こういうの苦手なんですけどね、苦手だけども、苦手とか言ってる場合じゃないです。とりあえず切る。あ、いたいたいました。行きますよ見えたら行きます。はい、これこれね、まあね、初心者さんのうちは仕方ないと思うんですけど、もうね、タイラントとか来て LMG 抱えて、あとこんな閃光管握って、はい、ちゃんと切り替えてるんですね、この方。で、2階にしっかり上がっていきましたけど、また、あそこで待ってますよね、上で。分かってるんですけども、ショットガンなんで、はい、上に見えてますね。降りてきました。笑えますよ、これ。出てきたら降りてくると。で、また上に帰っていく。ほら、帰っていきました。ほんと、もう何やってんだって感じですよね。あれで楽しいんでしょうね、多分ね。楽しいんだろうと思います。また降りてくるかな。間に合いませんでしたね。降りてくるより先に他の方にやられました。まあこれはこれでまあ笑えるんですけど、まあこれをね、ただやられると笑える人はいいんですけど、結構ね笑えない人も結構いると思うんですよ。で、上でもうほらリス狩り入ってますよね、今の HMG の方ね。はい、ということで、対比のためにカットする予定だったのをね、急遽動画撮りました。こういうのに疲れた方はね、みんなでトッツトーナメント行きましょう。お疲れ様です。